画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回もやっていきます。ラストイヤーズ・ナイトメア学園版13日の金曜日、デッドバイデイライトみたいなね、こちらのゲーム。キラー候補したんだけども、当たってくれるかな。Guys, over here. キラーなれるかな、今回。First off, we're gonna need some blowtorches. 久しぶりにキラーがいたい。やっぱりね、日頃のストレスをこういうところでぶつけていくみたいな。ところあるよね、うん、でこっちでうまくキラープレイできなかったらデッドバイデイライトのキラーをやり始めるっていうね。マノル、おし、来た、マノル。デッドバイデイライトも頭最近痛くなるんですよ、私。頭痛がね、偏頭痛持ちなんだけど、そういう時ってデッドバイデイライトとかこういう系のゲームやるとアドレナリンが出て、その効果でね、頭痛がね、収まるんです。でその後ね、あ、収まったぞと思ってゲームやめると、やめた拍子に頭痛が始まるんですよ。なので、頭痛を治すためにまだゲームやってっていうね、そのね、超ね、負の連鎖。始まっちゃいます、連鎖と言ったら、このチェーン男。ちょっと待って、息遣いしか聞こえねえ。なんだこれ。なぜ、テンションだけ高いおっさんになっちまうな。このキャラ好きなんだよね。上落ちてきてくれ。ここから落ちてこないな。どうしようかな。あ、ここに一人か。そうだね。こうやって、あ、いるわ。もう中にいるわ。一人。あ、ちょっと遠い遠い遠い。一回こうやって、で、待てー。あ、めざ。目が、こっち来るか、おい。おなろい。やばい、やばい、ああ、怖い怖い、サイコパスたち。襲ってきた、襲ってきた。どけいどけいうわあ、来るな、来るな、来るな。来るな、来るな。いや、怖いな、最近の学生たちは。最近の学生は怖えな、おい。帰ろ。帰ろ。やだ、もうやだ、もうやだ。もうやだ。この野郎最近の学生ったらもうほんと怖いわ。はい、かかりなさ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 い、人間楽しい。鎖男のね、役割としては罠を張って、で鎖で引き寄せて罠にかけるみたいなのが結構ね、戦術として面白いんですよね。こいつが一番怪我してたはずなんだけども、ちゃんとね、治療薬の人がいるから、これ多分ね、治療しきってんのかな。そういう時は体力マックスの体育教師しげみ先生いきます。下あれ行ってんだろうね。どうしようかな。この辺通過するかな。こっち側ちょっとガスを仕掛けておく。あ、これちょっと待って、これ来い来い来い。あ、バレてんのかなこれ。あ、バレてんな、これバレてんな。バレてますわ。やつのせいでバレてるわ。こらこっち側だ、この野郎。おい、かかっとけ、かかっとけ。そういうことだ。あのさ、イケメンのやつやたら好戦的だよな。やってくれるぞ。痛いの。やろう。しかし一人天国に追いやってやったわ。あの壁のやつね、なんとか使いたいんだけどな。ここに仕掛けておきましょう。ここ出てくるところに、あ、もう一個作れねえな。よし、でここか。ガスもやっておいて、ここに生まれてえな、ここ。そこにかかれい。
この野郎、いやちょっと待って待って、どこ、あ、持ってた、私持ってた、メガネを痛めつけ、こいつがね、こいつじゃないな、あのオタク少女のライト、あいつのせいでね、私の隠れポイントがね、バレてしまってますからね、肉体のみで攻めてやる。なんか声が収まらない。あれ？あれ？消えれない。消えれないんだけど。ああ、消えた。危ねえ。なんだろうね。よし。こっちは絶対に救わせねえぞ。ダメですね、それは。あれ？掴めない。掴めたぞ。さっきはよくもボコスカと殴ってくれたな。仕返しだ。学校に鉄パイプなんか持ってきやがって、冷蔵庫間の前で殺してやろう。しかも、ここ一撃キルポイントないのかな？あれ？ギアを取ってるな、もう。マジか。ガス仕掛けといって、このギアをね、この中に時計台に運んでくるんですよ。だから、それを阻止したいなと。あ、これを守んないといけないのか。あれ？来てねえな。おかしいぞ。あれ？こっち来てる。あれ？違うな。あれ？もう一箇所の方に。ああ、来てる。この野郎。絶対助けさせねえぞ。このなんか一撃キルポイントどっかないかな。逆側に行ったかな、これ。あー、逆の方行ってますね。絶対に救わせねえ。肉体派というところを見せてやろう。ほら。おい。ほら。ほら。ほら。おい。おい。そして、この、ユニットバースで来た、後ろからか、ボコスカと殴りやがって、このメガネ。ヒーロー気取りか？ヒーローになろうとしているのか？そういうことだ。さて、オタク少女。さっきからビカビカとよくやってくれた。こいつが罠をね、全部、解除しやがりますから。あ、助けられてるよ。マジか。しまったな。ギアを運ぶんで、先回りした方がいいかもしれませんね。仕掛けといて、この辺仕掛けちゃいましょうか。結構この辺漁っちゃうんだよね、生存者。ここもやっちゃおうか。よし。あ、レスキューに行くつもりか、これ。いや、聞こえたぞ、レスキューがうんたらかんたら。それはダメですね。やらせませんね。使ったな、ここで。ああ、吸い込みたいの。あ、マジか、その爆弾まずい。グッて。ゲームオーバー。屈伸されて煽られてるんだけど、爆弾持ってるやつを吸い込んでしまったわ。そのまま、あれですね。あ、かかりやがったね。まさかあんな戦法あるとはね。爆弾を持たせといて、爆弾持って吸い込ませて、爆弾くっつけられたんだろうね、私ね。まずいぞ、みんな復活しやがる。ここでまた力押しでいきましょう。最も攻撃力が高い、小野おじさんでは。ここかな。おい、ちょっと、ここにいるじゃないか。何してんだ、ガスを食らったようだね。ここの毒ガスは相当に臭いからな。私のおならまで入っているぞ。はい、生まれました。ここに登場だ。うわぁ、殴ってきた、この野郎。さっきから、殴り倒しやがって、燃えてる。この野郎聞かんなそこのイケメンよ。おらよ、待て。
よくもやってくれたね。あれあれ、ちょっと待って待って。あ、ちょちょちょ、ちょ待って。死ぬ死ぬ死ぬ。あっちゃ、あっつ、熱い熱いのこれ。折り重なるように死んでしまった。いいね。なんか調子出てきたね。これ、後半高いところに結構行くんで、鎖男で強引に引っ張って下まで落とす戦法って結構いいんだよね。ギア運びやがって、女二人で。こいつだよ。こいつが今一番ヘイトが溜まってんだ、私の。燃えてんだよな、私。しかし、デッドバイデイライトみたいな煽られ方したな、あのイケメンにさ。お、はめ込んだね。しかし、多分これ、味方も生まれてないんでしょうね。リスポに時間かかってて。で、こっちでやっと一人生まれたみたいだね。そうだね。おら、待てい。吸い取ってやる、君の正義をな。クックックック。ああ、美味しいね。美味しいミンスの香りだ。さて。どこ上にいるのこれ。いた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 。そこ。ああ、後ろ。ちょ、待て。そこはやらせません。ほら。あおい、火炎放射器やめ。やめなさい。燃やしてくれるな、よくも。楽しいね。おらよ。殿下の宝刀の傘にでフィニッシュと。いやいや、面白かったな、今回。波乱万丈でしたね。いやー、こっちのゲームでも煽られちゃいます。もう対人戦の宿命かもしれませんね。無事全滅できてよかったわ。やっぱ最後少人数になってからの、このね、チェーン男ね、鎖おじさんね、やっぱ強いね。まあ、そんなわけでよかったら、高評価の方どうぞよろしくお願いします。いつもコメントどうもありがとうございます。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。